お疲れ様です。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。今朝も無事朝のビジネス英語勉強会市大学部にて終了いたしました。今朝のトピックは Facebook の未来についてということだったんですけれども、議論はいかに、生徒さんたちにまた多くの人たちに学んでもらえるようにするか、しっかり、教えることができるかという話題に、広がっていきました。私も、参加されているドクターもレクチャーであったり講演であったり、授業で教えたりということもありますので、どういうふうに、いかにこちらが教えてもその学んでくださっている生徒さんたち、例えば100人を前にした、レクチャーを行うとき、一人一人に、意識を向けてもらったり、しっかり聞いてもらったり、印象に残してもらうためにいろんな、工夫をされているということで、お話をお聞きして私も、参考になりました。いくつか、参考になる文献なども終わった後に、ご紹介させていただいたんですけれども、より多くのノウハウを得て、より広く、生徒さんたちに学びを深めていただければと思います。なかなか難しい問題ではありますけれども、一つ一つ何かしらアイデアを出しながら生徒さんのメリットになることにつなげていっていただければと思っています。それでは来週もよろしくお願いいたします。